あの今までの飲みは何の予防薬で何かつけてました？あ、一貫つけたことなくて。あ、一貫もない。はい、わかりました。じゃあ。じゃあちょっとカバンを下ろしてください。すいません。結構重いね、この子。重いです。ね、6キロ超える。6キロあるじゃん。はい。どうぞ気をつけてください。1200。前測った時いくつだったんですか？ 5.8 だったんです。そう、いつの話？4月。あ、今年の話？はい。ね、5.8 が 6.2 って。まあ確かに。ちょっと身体検査なら初めてなんで、ちょっと性格わかんないんで、これつけさせてくださいね。うんうん、そうか、この子足の裏向き切ってないね。たまに言うんですけど、なんか、ずっと嫌がる。爪も伸びてる。先にさ、ちょっと爪切って足の裏の毛切っていいです。はい。で、絶対こんな毛伸びてると、スコティッシュフォールド、耳は？立ち耳です。スコティッシュフォールドでさ、いろんな病気が多いんだよね、普通の猫より。そうです、知ってます、うん、で、代表的なのは骨関節、そうです、変形性骨関節症。まあ、この年齢では出ないんだけど、7歳、10歳になると足首とかさ、うん、出てくるから、こんなに毛が伸びてると、滑ると症状が出やすい。あ、わかります。だから、ここまで伸ばさないで切った方がいいですね。ただ、どこまで足首かにもよるんだけど。こう嫌がる。嫌がる。今なんかおとなしくしてるから先にそーっといっちゃいますね。え、じゃあこれ全然切ってないの毛って、足の裏の毛。いや、切ってはいるんですけど、今最近は切ってなかったです。ですよね。伸び放題が起きてます。かなり伸びてますよね、これ。爪はちょっと切ってるんですけど、なんか私、下手なのかな、すごい嫌がる、痛がる時があって。この子、主食は何食べてるんですか？ドライフードです。ドライフード、ニュートロのドライフードは1日何グラム食べてます？70。それは絶えず置いてありますか、それともない時間もある？はい、朝と晩で朝あげて、ただ全部一気に食べないので、はい、残った分をちょっとずつ食べて、で、まあ、夜そのあげることにはなくなってる。ああ、なるほど。でまた夜あげて一気には食べなくて、ね、ちょこちょこ食べて、はい、朝までにはなくなって、そで、それが一日長いじゃなくてね、はい、その食べ方が作りますね。あ、そう、うん、ちょこちょこ食いしてるから。だから男の子でしょ、はい、だからない時間をまず作る。じゃあ割とその今ってこうきっちりやってるじゃないですか、それをもうちょっと量減らしてみたりとかして、減らさなくていいから、食べるだけ食べさせていいから、はい、人間でさ、プチ断食っていう言葉聞いたことありません？はい、あります。あれってね、時間を絞ってその間は好きなだけ食べていいんですよ、うん、でそうすることによって、要は食べない時間を、まあ、いきなり男の子だったら16時間食べない時間を作りたいわけだけど、いきなりその長い時間食べない時間を作ると、今まで24時間食べれたから、はい、ダメだから、それは1時間、2時間から始めてもらって、はい、2時間ぐらい置いといて、ない時間を作る。水は24時間あります、はい、で、2時間でまず慣らす。それで今度は4時間、8時間、はい、12時間、16時間だんだんにない時間を作ってください。で、その間は好きなだけ食べさせて。例えば、ピンパイ、あと7時にあげるんですけど、朝、うん、7時にあげ始めて、まあ、それか下げちゃうかね。でも、もう一旦ちょっと食べたなって思って、そう下から降りたら下げる、うん、そう。で、プチ断食にしたいのは、要は、ね、食べる時間を、ね、絞ってほしいんですよ、うん、最終的には。だから朝抜くのが一番いい。朝抜く、朝抜いて昼の2時ぐらいから始めて、夜の8時間だったり10時まで、その間は食べさせる。でその後は、以外はお水だけ、うん、で、その間は食事制限しないで好きなだけ食べる、うん、そうすると人間でもそうなんだけど、はい、体が12時間食べないと飢餓状態になるんですよね、はい、そうすると血流が良くなるんですよ。そうすると体脂肪が燃えやすくなると言われてますね。それから血流が良くなるから血流も良くなる、頭もよく切れるようになる、頭良くなるとかね。これ人間の話、猫ちゃんも猫ちゃんもそうだけど、
それをちょっと徐々にやって2週間ぐらいかけてやらんと、はい、急にやると、はい、止まるっちゃう。それからあとは、はい、ご飯をね手で食べます、はい、手から食べますっていうのを、あ、私が手で、うん、こうやってやって、はい、なるだけ手からやる、時間が、人間が時間が許さない、手からやって、手から食べたら褒めてあげる、うん、はしつけなんですけど、しつけの基本は手から食べさせる、試食をね、で手から食べたら褒めてあげる、偉いねって褒めてあげる、それが基本で、手から食べれるようになったら3つやってほしいんですよ。3つ、1つは名前があるでしょ、すなちゃんって、すなちゃんって名前読んだらアイコンタクトする、しまちゃんって、まあ、目と目が合った瞬間にご褒美あげて褒めてあげる、褒めるは言葉で褒める、体触ってあげる、できそうですよね、なんとなく手からまず食べるかどうかっていう問題があるんだけど、お腹空いてる時間にやれば多分食べると思うんですけど、おやつはいつもそういう感じであげてるんで、主食をおやつやって、そんでそれが一つ目ね。で二つ目はおいでっつって、はい、来たら手から食べさせて褒めてあげる、2つ目ね。3番目はクレーズトレーニング、これ後でちょっと言います。ハウスって言ったらハウスができる、うん、そういうことができるとですね、例えば爪切りができないってさっきおっしゃったじゃないですか、はい、おいでって言ったらハンドフィーリングして褒めるでしょ、うん、でそこで爪切り、なんか思って爪切りをすると、で爪切りしながらハンドフィーリングして褒めてあげる、うん、あとちょっとこれまだ身体検査も何もやれてないんだけど、歯磨きって知ってます？デンタルケア、ブラッシングしてます？ブラッシングしてないです。磨きおやつみたいな。ああ、そういうのね。多分お口がね、ちょっとチェックしますけど、匂うようだったら歯周病が始まってるからさ、です。2年、3年でデンタルケア、歯ブラシでちゃんとやってないと匂うんですよ。胃がちょっと予想以上になってから。はい、こんな感じ。割と楽しいんだこの子。そうですね、楽しいです。ご自身って結構あの 怖がりや、簡単に怖くてパニックになってあの暴れちゃう子が結構いる。